のバリュー事件は。バリュー事件ってもうだいぶ結論出たんじゃないの？僕はあれはなんか、バリューが悪い。以上終了って話だと思ってるんだけど。前もこう説明したと思うんですけど、バリューっていう仕組みがあって、で、そのなんか、じゃあ例えば僕が有名人ですっていうので、じゃあその僕のバリュー券株みたいなのを、じゃあ10人に1000円ずつで売りますっていうので、で、僕に価値があると思う人は、それをなんか今度は2000円で他の人に売ったりするっていうので、価格が上がっていくみたいな、まあネット上のサイトですよ。で、あれって、別に僕がいくらで売り出してもいいわけですよ。規約上。だって、そういうシステムじゃん。だから、その、価格を上げて売ったらいけませんって言うんだったら、そもそもバリューがそういう仕組みを用意しなければいいと思うのよ。でも、価格を自分でつけて自分で売っていいですよっていう仕組みにしてるわけだから、あれが何が問題なのか全くわかんないんだよね。で、買った人も分かってたわけでしょ？そういうもんだって。別になんか、それを買ったことで、なんか、株じゃねえんだから配当が来るわけでもねえし、なんか単に、あ、上がったら得するかなと思って買ったら、下がって損したって、うん、そういうもんだよねって話で。だからその、バリューを買う人も頭悪いし、で、その、バリューを、まあ、ヒカルさんに文句を言うバリューもおかしいと思うんだよね。だってそういうシステム提供しなきゃいいんだもん。その高値で売り逃げができるようにしなければいいわけで。例えば株式市場だと、その創業者が上場した時にもうロックアップっていうのがあって株売れなくするわけですよ。だって上場した途端に株全部えいって売って逃げた方が儲かる会社っていうの出てきちゃうわけですよ。要は中身何にもない会社が上場して株売って逃げるっていうのができちゃうけど、そうしないようにロックアップって言って株を売れない制限をするんですよ。っていう仕組みはいくらでも作れるのに、それをしなかったわけでしょ？バリューは。だって株式市場にロックアップっていう仕組みがあることすら知りませんでしたみたいな経営者じゃないじゃん、バリューやってる人たちって。だからそのロックアップをわざと用意しなかったんだから、それはバリュー側の問題じゃないのっていうふうに僕は思ってたりもします。うん、まあ、で、バリューはさ、実際さ、手数料で儲けてるんだからさ、その、ヒカルさんが、なんかバリュー売って買え、なんかユーザーが買ってっていうのでさ、儲かったわけでしょ？だからもう、それはそういう事業なんじゃっていう気がするんだけどね。故意に悪用はあかんよ。悪用なのかな？だって高値で売るサービスでしょ？なんか、高値で売って儲けましょうっていうサービスじゃないの？それ自体がなんで否定されるのかが逆に僕はわからない。だからその高値で売ってはいけませんっていうサービスだったら高値で売れなくすればいいと思うのよ。でも高値で売れるようにしてて、で高値で売ってみんなが得するといいよね、でそこで手数料取りますっていうサイトじゃないの？そう、インサイダーやり放題ってのが問題。うん、僕も問題だと思います。だから、あの仕組みで金を儲けようということ自体が僕はどうかと思います。だそういう意味で、バリューの存在自体がどうかと思ってます。だその、インサイダー的なことで儲けるのがどうかと思うというより、そもそもバリューという仕組みで金が動くこと自体が問題だと思ってます。はい。だって、いくらでも嘘ついてさ、高値にしてさ、売り逃げできるシステムなんだもん。別にだから、あれはさ、ヒカルさんじゃなくてもできるわけじゃん。例えばじゃあその、有名人として、じゃあマックス村井さんみたいな人がバリュー売りましたと。で、なんか、マックス村井さんが今度なんか、バリューの方持ってる人に出して、こういうサービスやるらしいよみたいなのを言えるわけじゃん。で、それ風説のルフにもならないわけですよ。株券じゃないから。で、そしてじゃあ株価が、そのバリューの価値が上がりました。で、売り逃げしました。何の問題もないんですよ。仕組み上。っていう仕組みなんだもん、バリューって。あ、マックス村井さんバリューやってないと思うよ、知らないけど。今の法律で取り締まれない？結構僕は取り締まることも可能な状態な気はしてるけど、だからそういうのができるシステムを提供してる時点で、バリュー自体良くないよねっていうふうに僕は思っていますよ。で、そういうその、
要は、騙されるかもしれないシステムですって、みんなが分かってやってるんだったら、それはそれでいいと思うのよ。ただ、そんな仕組みだと思わなかったっていう被害者が出るんだったら、それは僕、バリューの問題だと思うんだよね。だって、なんだろうな。例えば、競馬やって、損すると思いませんでしたって言ったら、いやいや、ギャンブルってこういうものだよっていうのをちゃんと教えなきゃいけないわけじゃん。競馬場は。その、なんか、買ったら得します損はしませんみたいに言ったら、それおかしいじゃん。まあ、金融商品でもそうだけどさ、その、株、この株買って絶対損しませんって言ったらやっぱおかしいでしょ。だから、ちゃんと教えるべきなのよ。これは儲かるかもしれないし、損するかもしれません。でもそれをちゃんと教えないのは、教えない側が悪いと思うんだよね。だからビットコインだってさ、買って得する人もいれば損する人もいるわけじゃん。不当に損した。あ、だから不当が、その、なんだろうな、システムの裏を書いて損をしたとか、ハッキングして損をしたとかであれば被害者だと思うんだけど、そもそもバリューってそういう仕組みじゃんっていう。不当じゃないじゃん。そう、だからそういう用意したシステムの枠内でやってるから、それは不当ではないんじゃないかなと思ってんだけど。で、それが不当だったら、そういうことができないシステムを用意すべきだと思うよ。まあ、ヒカルさんのイメージは落ちたと思うんだよね。だから、あれの問題って、まあでも、もともとイメージ微妙な人だったから、大して変わんねえじゃねえのって気がするけど。競馬の予想士はきちんと教えてるから。だから、競馬の予想士に、500円払って予想を聞く人いるわけじゃないですか。で、でも、外れるかもしれないわけじゃないですか。で、それが不当だって言うかどうかだよね。だって当たるわけないもん。だからインサイダーを規制する。だからそういう意味でその、インサイダーが可能な状態で提供してて、インサイダーがいくらでもできるようなシステムにしてるっていう時点で、まあ、どうしようもないんじゃないかな。だから、バリューのような仕組み自体を提供することが、ああいう問題を起こすから、あの問題を避けたいんだったら、バリューやめるしかないんじゃないかな。でも、それでもやりたいし買いたいっていう人がいるんだったら続ければいいと思うけど、僕はあんまりなんか、あれの先に幸せな世界が見えない。例えばじゃあそのバリューでヒカルさんが誠心誠意きちんとやってましたと。でもその価格が上がりましたと。でなんか、その1ヒカル100万円みたいになりましたと。で、その時にヒカルさん死んだらどうするの？その100万円分ゼロですよ。株だったらさ、その会社っていう法人っていうのがあるから、社長が死んだとしても会社経営は続いて、法人は配当を払うっていうのがあるわけですよ。だから財産っていうのは永続するようにちゃんと機能させてるわけですよ。でも、そのなんかさ、有名人みたいな人がさ、その突然俺 YouTube やめるわってなるかもしれないし、なんか病気になりましたってなるかもしれないし、そこにさ、金かけるっていう時点でおかしくねって思うんだけどね。だからなんか、そう、要するにさ、何らかしらで、問題が起きたら損することが分かりきってるサービスなわけじゃん。でもそこに金払ってるっていう時点でどうかなと思うんだよね。故意に操作するとかなり重罪。何の話？要は、その、高値で売ることができるシステムなわけじゃん。で、それが高値で売れなくするんだったらいいよ。もしくはその、ハッキングして高値で売ったとかあったらそれは重罪だと思う。でも、その値段で売れるようなシステムでそれを用意してたんでしょ？なんでそれが悪いことなの？っていう。まあ、その、アップルだって、まあ、スティーブ・ジョブズは死ぬわけですけど、スティーブ・ジョブズが死んだ後も、アップルという法人は残り続けて、事業を続けるわけじゃないですか。だから会社っていうところ、株式会社っていうところにみんな投資をするわけですよ。あ、おはようございます。まあもちろん会社も潰れるよ。ただ、それは誰か一人が死んだら潰れない、誰か一人が死んだぐらいじゃ潰れないようにやるし、なるべく潰れないようにみんなで頑張りましょうってやってるのが上場している株式会社なわけじゃん。
だから、株、その、バリューみたいなのを投資するくらいだったら株買えよって思うけどね。うん。